漢字チベット族自治州は、中華人民共和国四川省に位置する自治州。チベット語名の漢字とは、白く美しいの意で、中国語名の漢字は、その音社である。日本語では、チベット語に基づく漢字というかなン社のほか、漢字の表記を音社した漢通などの表記例が見られる。漢字名の音読みは、漢字。プーリーは、チベット民族。 ランキョンとは、自治の意で、クルは州に相当する、地方行政単位。チベットの伝統的な地理区分では、カム地方の東部に相当する。中国語では、チベット自治区のチャムド地区やこの州などのカム地方を、ヤスシと略称する。この州の州との中国名、皇帝は、カムの地を平定するの意。カム地方の人々は、チベット語でカムパと称し、 中国語でもこれを翻訳して、広波地区あるいは、広区とも言う。東は、四川省の阿波チベット族ちゃん族自治州、ガーン市、南は、涼山遺族自治州、雲南省のデチェンチベット族自治州と接し、西は、近西沿いに、チベット自治区のチャムド地区、北は、青海省の玉城チベット族自治州、五六チベット族自治州と接する。州内には、スナザ山脈 大雪山脈など南北に走り横断山脈を構成する非常に高い山脈が連なる。また中央を宮尾港が流れる。1950年代には中国共産党によるチベット併合をめぐってカム反乱が起こった。関税チベット族自治州は一県究市17県を管轄するラルチェドの町並み、ロンタクにあるギャロンチベット族の石頭ラルンガル。 ゴンパ丘の上にそびえるガ安全ゴンパリターンゴンパ着点の住居高低戦区成功省チベット族自治区、成功省チベット族自治州四川省、チベット族自治州関税チベット族自治州。ありがとうございます。